ラジオアジです。10月10日日曜日13時9分です。ラジオアジの雑談部屋。<music> えー、今日のテーマです。<laughs> テーマってだって雑談っすからね。岸田ショックで相場崩壊。えー、ね。崩壊するかどうかわかりませんけど、結構あかん状態になっているんじゃないかなと思うんでね。 最近あのネットのいろんな意見とか聞いても、その、要するに、あれ気持ち悪いキーワードが出てきてますよね。富の再分配 <laughs>。つまり、金持ってるやつから金取って、えー、えー、金持ってない人に分け与えるっていう話ですね。いい話ですね <laughs>。いい話です。中国みたいなね。中国もこんなこと言い始めてて。 えー、富の再分配って、なんだ <laughs> なんだ俺中国政府か。えー、日本政府なのか中国政府なのかわからない話が始まったんだけど、中国と同じこと言い始めたんだよね。富の再分配って言ってたよね。まあ、要は、で、アメリカなんかもさ、やっぱり最近は、その、金持ち消しからんということで、まあ、やっぱりね、民主党が受かりましたからね。金持ち消しからんと。で、金持ちは、 金持ってんじゃねえよと <laughs>。で、取って、あの、分けろと。で、あの、あれですよね。大企業も消しからんと。大企業が、その富を独占してない消しからんから、それ解体しろる。ばらせ。というような話になっているわけですね。で、これは、経済にはよくありません。<laughs> よくありません。えー、だから、 頑張れば、お金持ちになれるぞと。で、頑張らなかったら、お金持ちにはなれないぞっていうね。まあ当たり前じゃないですか。ね。それが、えー、あって、で、俺は頑張ってね、夢を実現させるんだ、お金持ちになるんだってやった人たちが、今の文化なり、えー、この社会、富をね、が回る、えー、お金が回る世の中を作ってるわけだから、だから、その、 意味でね。だから、例えばアマゾンはでかくてけしからんって言うけど、アマゾンが、えー、しっかりビジネスやってくれたことによって、そこに乗っかっていくことでね、あそこに出品したりして、そうすると楽に物が売れるわ、みたいなね。で、えー、すごい経済が良くなった人もいっぱいいるわけだし、その、ね、口罪あると思いますけど、その悪いことばかりじゃないんでね。だけど、こう民主党だったりが政権取ったり、 すると、そういうこと言い始めるし、今回、岸田内閣がね、えー、これからそういうこと言ってて、だからね、ね気持ち悪いよね、投資家としてはやっぱりキャピタルゲインの風上がるんだろうなと、えー、それ上がるってことは、えー、苦労して株でもけても、また税金取られるから、面白くないっていうことになりますね。今2割割られるけど2割でも嫌なのに えー、2割大きいからね。2割でも嫌なのに、えー、30%ぐらい取られるって言ったら、7割しか残らへんのかと。そしたらまあ、まあいいわと。<laughs> 株は <laughs>。リスクばっかりでいいとこねえよって話になっちゃうんじゃないですか。だからその意味で、えー、良くないわけですよ。だから、結局、 その富の再分配、税金高くしてなんて言い始めると、えー、あまり働かない人たちはより働かないし <laughs>、働こうとしてる人たちが一気に意欲がそがれて、まあ、じゃあいいかっていうことになったり、じゃあまあ、日本とおさらばしてね、どっかもうちょっと夢のある国に行って何かやるかとかね、そんな感じになっていくわけなんでね。だからその意味で、えー、今の、えー、岸田内閣が今から選挙でね、掲げてる 富の再分配なんだか変なキーワードっていうか、夢がないキーワードっていうか、それあのー、ね、夢があるかもしれないね。あー結局、だから、なんか世の中が今、だんだん、働かなくても食べていけるようにしてくれっていうね。<laughs> そういう、あの、社会構造を望んでるんだよね。だからベーシックインカムがなんたらとか言って。 働かなくても食べていける世の中がいい世の中なんだっていうことになってきてるわけですよね。うん、あねえー。僕はあの働くことは好きなんで、仕事中毒と言っていいぐらい働くことは好きなんで、えー、働かなくてもお金が入る世の中 <laughs> いい世の中なんですかね。えー、だけど働かないってことは何も生産がされないってことだから、 まああのー、ロボットがね、いろんなことを全部やってくれて、えー、お米も作ってくれて、ね、量もしてくれて、ね、ロボットが全部やってくれて、で、人間が働かなくても良くなりましたね、そんな世の中が来ましたねっていうんだったらまだあれなんですけど、今まだね、人的なその労働っていうのは必要とされてるんだよね。で、今だから流行の影響で人が働けなくなっちゃったから、物がねえとかね、えー、そういう状況もあるわけじゃないですか。やっぱり人が必要なんでね、 この状況の中で、えー、働かなくても、回る世の中みたいなものを究極目指していくみたいな。だし、人間の生きがいってね、働かないことにあるんですかね。<laughs> いや、僕もね、だから、まぁ、あ、たびたびこの,あの雑談とかで言ってるんですけど、2018年に、働かない実験をしてみまして、で、働かなかったんですよね。で、その時、本当に楽しかった。最初、1週間ぐらい。 で、友達にね、えー、と、話したときにね、今こんなことやってんだよね、って言って、何にもやってないんだよね、って言ったら僕をよく知っている友達が、絶対間違いなくお前は <laughs>、また働き始めると。断言するって言われて、いや、今回はね、それないと思うよって言ってたんですけど、また、要するに、まあ、働いてるって言っていいのかどうかわかりませんけど、YouTube 活動とか、まあ、バリバリやってるわけだよね。 えー、まあそういうことでございましてだからあのアニメを作る宮崎駿さんという人がいるんですけどあの方も何回ももう引退します引退しますって言ってでまた復帰してくるわけですけど <laughs> 僕も割とまああんな偉い人とね比べるべくもないんだけど、えー、あんなすごい人と比べるべくもないんだけど似たようなところがありまして、えー、もうやめたって言ってまた始めてってだから ある程度、そのもう消耗してくたくたになるまでやる人ってそうなるんだよね。で、やってやって、消耗してくたくたになって、もうダメだって一回やめるわって言うんだけど、またでも、あの、何もやらないと、もともとそういう人は仕事中毒だから、つまんなくなって、また何かやるみたいなね。そんな感じになるわけなんですけど。ね。えー、だから、明日からね、また相場始まるんだけど、その、 うーん週末の雇用統計はあんまり良くなくて、株はあんまり良くなかったけど、ドルはめっちゃ上がってて、で、雇用統計悪いんだけど、金利は上がるだろうっていう見通しが変わってなくて、しかも、でも、来年の末なんだよね。<laughs> 早くて、来年の末ぐらいに金利が上がるんで、今からドル買っとけっていう感じで、わーっと買ってるんですけど、なんだかなーっていうね、感じもしますけど。 まあそういう反応の中で、やっぱり一番日本市場にね、影響を及ぼすのは、えー、岸田総理のね、初心表明演説で、その富の再分配みたいな柱が出てきたと。最初、所得倍増計画とか言ってね、所得を倍にするとか言ってたけど、それいいことだけど、それはなんか撤回されちゃって、その富の再分配だけは残っているんですけどね。これもう完全にこう、あのー、投資家としたら、ああ、 キャピタルゲ原因数やっぱり上げてくるんだと。それはもう、規定路線で、それが、やつの、岸田内閣の目的なんだ、目標なんだ、っていうことになってくるから、まあ、複雑ですよね。投資家からの得票は、投資家はあんまり岸田内閣に入れないんじゃないか今のまま行くと。どうすか、皆さん。岸田内閣入れますか <laughs> そう自民党入れますかで、当民に再分配してもらえますか ね、それはいろいろな人がいると思うけど、経営者的な人はやっぱりそういう感覚は嫌うよね。えー、で、経営者に嫌われる政権っていうのはあまり良くないですよね。えー、なんで、今回どうなるかわかりませんけど、まあ、簡単に言えばやっぱり選挙効果がなくなるだろうなーっていうのはあるので、選挙効果で株式相場が活況になるっていうのは、まあちょっとないな。だって、 だから今下がってんだからね。もう選挙始まってっから。選挙始まってるのに上がらないってことは、結局これは岸田内閣、岸田総理の効果はないよってことなんだよね。で、えぇ、ー、岸田総理がいろいろ昇進表明演説とかやってても、こう上がらないわけだから、こんな感じでね。なんで、ちょっといじい、今自分を拡大しますけどね <laughs>。自分 <laughs>。あの、だから、そういう意味で、 これ菅総理辞めるよーって言ったらバーン上がって、ここから上がってからね、これ菅大臣で、その前根元ここだから、菅大臣であげて、岸田総理で、それ以下になってるわけで <laughs> だよね。そういうことでしょ岸田総理っていうのは、評価は、菅以下だ。菅総理以下だっ。だって菅総理はね、携帯してあげるとか言ってたけど、 株の税金上げるとか言ってなかったからね。<laughs> だから、それはそうだよね。で、それを NHK とかは、あの、政権におもねるっていうか、政権に忖度しているっていうか、で、言わないんだよね。岸田総理の、あの、キャピタル原ン課税増税案、これが投資家に嫌気されて株が下げてますよ言わずに、えー、原油が高いからだとかね、アメリカの債務上限問題だとか言ってんだけど、それはだって、 アメリカのチャートメディア一目瞭然で、アメリカのニュークダムとか下げてないんだから、こんなに。なんで日本だけ下げてんのね、って話になった時に、で、別に原油が高いちだったってさ、え、まあ、乱暴な言い方だけで150円だったガソリンが160円になってるだけでしょ昨日、昨日ガソリンスタンド行って入れたけど、100、おとといか。 160円になっていて、あれ前130円とかもあったよなぁと思って。だけど、OK だから。軽 <laughs> 自動車だから、いくらだっけ ?3000 円くらいあれば、満タンにな,る,、ね、なんるんだよね。前でっかい車乗ってた時は、うん、と1回給油すると1万円くらいかかって、今みたいな時はね。それで、オクだったし、今レギュラーでいいしね。で、オクガソリンで、同じくらいの距離しか走れないから。<laughs> ガソリン代3倍だったんでね。あれですけど、今はまあ K なんで、えー、特になんとも思わないね、えー。まあ、この間修理して修理費用が <laughs> 加算されましたけど、でもあれも軽だから安いんだよ、修理。こすった。ちょっとこすったからこれね、僕の大事な K だから、車だからね、えー、直したいなと思って。で、せっかくね、無傷でここまで2年ぐらい乗ってきたから、こ、え、す、ー、ったの残念で、えー、直しましたけどね。 でも、それでも安い、まあ高くないわけどだよ。普通ちだったら15万だとか言われるかもしれないけど、5万円ぐらいで治ったっていうね。それでも高いけど、<laughs> でガソリン代に関しては、ええー、意識しなくても全然大丈夫だし、っていうことでね。で、それがまあ、そんな話じゃないよって言われると思うけど、お前のそのね、 ガソリンだけ30円上がったのがどうだ関係ねえじゃねえかって話とは違うって言われるかもしれないけど、それほど日本経済にね、えー、がこんなにね、下落、株が下落するほどの影響があるとは思えないわけだよね。やっぱり岸田内閣のショックだよね。まあ、それがもうはっきりしてきてるわけですけど、まあ、そんな中、えー、明日からの相場はどうなるか。 まあね、このチャート通り、2万8000ちょいぐらいで先物も終わってるから、ここら辺から始まるんだけど、で始まったところでもう 5MA が垂れ下がってくるから、この引力でね、下に落とされていくんだよね。こういうふうにね。これだから月曜日はやっぱり二万7500とかあたりまでね、再接近する動きになる可能性が高いのかなーってね、思いますけどね。 えー、そんなふうに思います。だから、まあでも、下げてきたところでは、買えるとは思うんですけど、まあ、岸田内閣ショック、岸田ショックが、あの人がいる限り岸田ショック続くから、そう簡単にやめないもんね。そうなると、デケ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 下がっていくのかな。で、まあ、いろいろ何があるか分かんないから、まあ、あの下がテクニカル的に下がったとこは買えばいいと思うんだけど、 うーんあんまりね、買って大丈夫なのかなっていう感覚が強い相場が明日から始まるのかなっていう感じがしますね。はい。えー、ということで今日雑談部屋ですけど相場の話してるね。<laughs> やっぱり投資家としては相場が気になるね。休みもね。 でね、ちょっと出来事がちょっと一個ありまして <laughs>、くだらない話なんだけど、えっ、ー、とね、僕、あのこの鉄道時計っていうのを使ってるんですね。これね。これ、これ、いいでしょ。これあの、本当に電車の運転手さんがね、使う時計ですね。大きくて見やすくてすごくいいんですけど、今ちょっと狂ってるか、これね。で、これがね、もう一個あって、僕二個持ってるんですよ。そのうちの一個が、この間電池が切れまして、 で、電池が切れたんで、あー、これは電池交換だなと。で、近くの時計屋さんがあってね、そこに電池交換持っていくとね、えー、職人さんみたいな人が電池交換してくれるんですけど、2500円くらい取るって話前もしたよね。で、ちょっと高すぎると思ってて、電池100円で買えるからね。<laughs> で、これは俺自分で直すよと思って、こじ開けてね、パコって。を開いたわ。で、なんか、 えー、でまたカバーがしちゃうんでねご丁寧に小さいネジで止めてあるからいやちょっとやばいかなと思ってこうす本当にちっちゃいネジ1ミリもないぐらいネジでそれマイナスドライバーなんですけど極小でそのマイナスの溝にドライバーをきちっと合わせるのさえ難しくってでこんな感じに <laughs> でそれで取って、えー、ね取って、えー、電池交換したんですよ で、その小さいネジが、い、2個あったんだけど、それを2個取ってカバーを外して電池交換して、閉めようと。で、1個は止まって、もう1個ネジを止めるときに、なかなか止まらないんだよね。その小さいネジがね、止まらねえなぁ、ま大変だなぁってことやってやってて。そしたら、そのネジがポロッと取れて、その時計のメカの隙間に入っちゃったんですよ。<laughs> あやべえって言うんで、で、取ろうと思ったんだけど、もうわかんないんで、中に入っちゃって。やべえ振るとね、カカカカカカって音がするんな中に入っていることは間違いないんだけど、ええー、それが取れないんでね。困ったなぁと思って、どうしようと思って、で、見たらまだ外せるネジがある。<laughs> 中に、時計の中に。で、その外せるネジを、よし。 これもう一個外せば多分ど,どこにネジ見えないんだよね。その小さいネジがどっか行っちゃって。これ外せばどこに引っかかってるかわかるだろうって言うんで、そのもう一箇所外した。これはね、やばいなとは思った。で、さらにこのところはネジがもっとちっちゃくて0.5ミ、mm、リみたいな。<laughs> もう目に見えないようなネジなんですよ。で、それが3つあってそれ外して、まあでもね。 このネジまたくっつけりゃ治るわけだから、大変かもしれないけどって。そうしないと、その、どっか行っちゃったネジわかんないから、で外した。で、パカッとそれ取れた瞬間に、ポロって一個部品が落ちたんだよ <laughs>。それがちっちゃい部品がね、取れて落ちたんですけど、その要するにネジ三つをもう一回止めれば戻せると思っていたんですが、そこに一つ部品が絡んでいて、その小さい部品がポロッと落ちて、 どこに戻していいかわからない状態になりました。しかも、そのカバーを外しても状況はあまり変わらず、中に入っちゃったネジはわからないっていうね。外す必要がなかったわけです。で、えー、どうしようかって考えたんだけど、一応隙間から入ったんでね。で、振ってみた、一生懸命こうやって。そのネジ外した状態で。振ってみた。カラカラカラ、まだ音がする。で、振ってみた。あ、カラカラまだ音がするで振ってみたあカラカラまだ音する で、そのうち振ったら、音がしなくなったんだよね。俺どうなったんだろうと思って、よか引っかかっちゃったのかなと思って。で、見たら、床のところで落ちてもいいように床の上でやってたんですけど、そしたらね、落ちてるんだよ。だから、ネジは回収できたんだよね。だからさ、その3つのネジを外さずにさ、振って、その中入ったネジを回収して、それさえしっかり閉めれば、電池交換終了で、今頃時計動いてたんですけど、 結局その3つのネジはいいんだけどで 4, 4つのもう1個のネジも最後に締めなきゃいけないネジもあるんですけど今なくさないように蓋の中に入れてね、えー、確保してあるんですけどその1個取れてきた部品これがどこにどうつけたらいいかわからん。<laughs> なので組み立てができない。 でね、その近くのと地元の時計屋さんがいて時計職人いるから、時計職人のとこ持ってって、つけてくれ、組み立ててくれちゃ組み立ててくれるよね。いくらなんだろうね。<laughs> 電池交換2500円だからね。で、ラジオおばさん、うちの妻にね、どうなんだろうね。これ、持ってったらいくらなんだろうね。いやー、5000円とか1万円とか言うんじゃないって。<laughs> だって電池交換が2500円でしょ。そうだよな。うん、で、別にお金 <laughs> <laughs> お金払ってもそんなくだらないね時計のネジで苦労してるよりもお金払ってやるべきことはやった方がいいんだけどでもなんか尺金差あるじゃないですかだから僕としてはねこれからまあ今日は日曜日なんでしょうがないんですけどあのー、成功にね問い合わせて電池交換しててネジが入っちゃってそれを取ろうとしてもう一箇所開けたら閉まらなくなっちゃって。 この取れた部品がどこにどうつけてあるかわからないから教えてくれって言って、あの、成功に聞いてみる。成功の時計なんだこれ。鉄道時計。これね、電池10年持つんですよ。<laughs> だから、前はね、時計屋さんで変えてもらったんだよね。だから、蓋の中にね、24年、うんと平成24年って書いてあったから、やっぱり10年持ってると思うんだよね。で、その10年ぶりの、100円で10年動く百100円の電池で。 10年動くんだけど、こっちは確かね、5年しか動かないやつなんですよ。あの、5年動く、あの、鉄道時計と10年動く鉄道時計と両方あって。で、これは5年しか動かないんですけど、これも次自分で電池、これも前は時計屋さんで変えてもらったの。で、今度は自分で変えようと思ってるんだけど、怖いね。やっぱりね、自分で電池交換っていうのは。それで結局、組み立てがでバラバラになっちゃって。<laughs> 組み立てができなくなっちゃって、今もう一個の鉄道時計が動いておりません。最近使ってないからね、まあまあ、慌てないんだけど。そんなくだらないことがありました。はい。雑談部屋なんでね、変な話もしますけど。えー、ということで、えー、ね日曜日皆さん、どんな風にお過ごしかわかりませんが。あとちょっと業務連絡的な話ですけど、 あのー、このね、やっぱり、あのー、サブチャンネルにね、今ちょっとしばらく、えー、今日もね、4本、あの、チャート力学のね、えー、基本講座あげましたけど、やっぱりね、もう当然ながら再生回数伸びないし、あまり再生回数伸びない動画をチャンネルに入れるとね、チャンネルが痛むんですよ。っ <laughs> て、YouTube の評価が下がって、えー、いろいろとまずいことになるんで。 で、やっぱりね、それもあって、だからもともとね、やっぱりチャートリケアブの、えー、講座みたいなやつは、えっ、ー、と別の、美名 m かなんかのね、別のプラットフォームに置こうと思ったんだけど、やっぱりね、こっちがいいって言われて、こっちに入れてるんですけど、確かにアクセスはしやすいんですけどね、ユーザーさんにとっては。でも、ユーザーさんじゃない人はもうなんだよこれ、関係ねえよって置かれちゃうね。で、そういう風になってるんですけど、えー、もうそろそろ、今日で、えー、13本、 えー、終わったんでね。もうそろそろ、えー、チャートリケ枠の基本講座もね。まあ、こ,こんなもんで、大体終わりなんでね。あと、そうだな、あと2、3本はやるかもしれないですけど、終わりなんでね。で、ここまでやるとも大体ね、えッ、ー、OK なんですよ。皆さんの疑問に大体答えれるんでね。えー、まあ、高度な使い方いくらでもあるんですけど、まあ、そんなことで、えー、大体ね、ちょっと皆様にご迷惑をおかけしたかもしれない、チャートリケ枠の基本講座もね、今日4本あげて、 これが今日5本目だよね、サブチャンネル、えー。終わりになりました。ほぼ。なので、この後は、えー、雑談だったり、ライブだったり、えー、それから、平日はできる限り、できる限りね、えー、夜トレをやって、えー、前の、えー、チャンネル運営に戻していこうと思っておりますので、えー、皆様、引き続き、良、えー、ければ、よろしければ、 ラジオアジのサブチャンネルをよろしくお願いします。ちょっとご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでしたが。えー、ね、そんな風で、えー、徐々に今週から、えー、正常化の方向で、えー、動いていきますんでね。えー、まあ僕もしばらく、さっきの宮崎駿の話じゃないんですけど、えー、夜トレ休んでたんですけど、なーんか虚しくなってきて、<laughs> なんか雑談がしたい。<laughs> だからね、それで、えー、雑談もやっぱりやりたいなということで、えー、夜とれ、そして皆さんのね、相談にやっぱりお答えするっていうのはね、えー、僕の使命だと思っているんで、えー、それもやっていこうということでね。当然、まあ、一日、一回に一通のメール紹介ぐらいが、まあ、負担がないかな。まあい、今、ねメ、メインチャンネルで5本出してるんでね、一日ね。負担がないかなと思うんですけどね。まあ、そういうことで、えー、今週からは、一日6本体制。 で、えー、動画やっていければなと思ってますが、えー、なんかね、相場盛り上がるのかこれ <laughs> っていう,う不安なね、日曜日になってますけど、まあ多分買って今ね、やばいって人多いと思うんでね、えー、不安な思いでね、まあに月曜日ちょっと緊張するなーって人多いと思うけど、まあね、相場なんて何があるかわからないんで、まあ,あの基本的にはね、マイナスが出た場合は、 僕は、えっと、マイナス、買ってマイナスが出たら、やっぱり安いところで買って、また買ってってことをやっていく。で、それで粘ってると何か起こるんでね。で、売りもそうでしたけど、前ね、これここで売ってた人、えー、もう大変だ大変だって相談いっぱい来たけど、まあ、あのー、基本的には僕は売りで失敗した場合は、売り増しして下がるの待ってって言ってたんですよね。ただ、売り増しして下がるの待ってた人は、 まあ、想像以上に助かった、あるいは儲かったっていう話が結構来てまして、よかったよかったっていうことを言われてるんですけどね。で、これ、あの、保証はできない。保証はできないんだけど、買って、やばいっていう人も、えー、下がったら買って持ってれば、えー、どっかでまたね、えー、何かえっていうことが起こるんだよね。で、そこでまたチャンスが来たりするんで、逆に下がっちゃって、同情もなくなるっていうこともありますよ。 あるから保証はできません。もう何、何て言っても保証はできない。保証はできないんだけど、えー、基本的には僕は20ち,ょ20ちょっと年ぐらいやってきて、ぐらいの経験しかないけど、その中でね、やっぱり下がって怖い時でも、えー、怖い時こそ買い増しをして、えー、まあ、それもね、 え全体のポジションをね、あんまり増やしちゃいけないんで、減らせるとこを減らしながら買い増しをする。あるいは、ちょっとこれ切れるなと思うのは切って、高いとこで買ったやつは切って、で、ポジションを調整しながら買い増しをする。みたいなことをやっていけば、っかでなんとかなるっていうのがね、僕の持論なんだよね。なんで、そのあたりは、そんな感じでやっていけば、えー、岸田ショックも乗り越えれるかもしれないっていうことになりますのでね、えー、ヒントにしてください。はい。 時々チラッとこっち見てるんですけど <laughs> これ、チラッとこっち見てるのは、ここに、あの、監視カメラの映像がありまして <laughs>、今、あの、家の周りを見てるんですけど <laughs>、えー、えあの、それで、ちょっと、そこで音がしたりすると、そっちにちょっと、えー、瞬間、目がいって、すいません。はい。そんな感じで、集中して喋ってない。集中してしゃべ, <laughs> ししゃべる、しゃべらなきゃだめだね。はい。ということなんですけどね。 ということで、えー、今日もラジオエジの岐阜にありますラジオエジの YouTube スタジオ、こう YouTube スタジオですが、からお届けしました、えー、ラジオエジの、えー、雑談部屋、えー。また雑談したいときに、えー、気ままにお話しさせていただきますので、こういう話も、えー、なかなかいいねっていう方はね、聞いていただければと思います。えー、今週から、えー、チャンネルの正常化に、えー、努めてまいる所存のラジオエジです。 では、皆様、引き続き、のんびりと日曜日をお過ごしいただければと思います。ラジオ時でした。バイバイとかやろうか <laughs>。バイバイ <laughs> また明日,また明日